皆さんこんにちは、毛利と申します。今回はハオルチアの肥料と用土についての動画です。私がどんな肥料や用土を使ってハオルチアを育てているのかというのをちょっとご紹介していこうかなと思います。では早速ですが、最初にですね、肥料の方何使ってるかと言いますと、こちらですね、マグアンプ系の中粒です。私はですね、ハオルチアに関してはもう肥料はこのマグアンプ系中粒しか使ってないですね。他の液肥ですとか、また別の置き肥、追い肥みたいなものは一切使わず、これを植え替えの時に用土に混ぜ込むだけ、それだけですね。まあ、なんでハオルチアはあまり手間がかからないですね、育てるのに。そんな植物、多肉植物だなというふうに私は思ってます。でこちらなんですけれども、中粒のものですねを使っています。まあ、大きさとしてはちょっと光反射しちゃって分かりづらいかなと思うんですけど、こんなぐらいの大きさのものですね。まあ、なので効き目としてはですね、こちらパッケージにも書いてありますが、約1年の効き目ということになってます。まあ、なので1年に1回ですね、私はハオルチア秋にですね植え替えを行うので、その時にですね用土にこちらを混ぜ込んで一緒に植え替えをしてあげるというふうなことをしています。まあ、なのでちょうど今のシーズンですね、この秋のシーズン、もうちょっとしたら植え替えを行うんですけども、その時にこれを使っていくという感じになります。でこちらの肥料のですね特徴というところを少しだけお話しするとですね、こちら固形の先ほどの白い粒なんですけれども、こちらがですね、成分としては水溶性の、まあ、水に溶けるタイプの肥料も入ってるんですけれども、それ以外にですね苦溶性の肥料も入ってるんですね。その苦溶性っていうのはちょっとこう酸度があるものに触れるとこう溶けていくという風なタイプの肥料です。まあ、なのでこちら酸があると溶けていくんですが、普通の水やりでは溶け出さないんですよね。まあ、じゃあどういう時に溶け出すかというと、植物の根っこですねのですね、細かい根っこの先端から根酸というのが出てくるんですけども、それに触れると肥料成分が溶け出すという風なタイプの肥料になってます。まあ、なので植物の成長に合わせてこう肥料は溶け出してくれるという風な、そんな肥料ですね。まあ、なので1年間じっくりですね、植物が育っていくにつれて肥料をこう供給していってくれるという風なものなので、まあ液肥とかだとこう上げて用土乾いちゃったらもう効き目がなくなっていくっていう風な感じなんですけど、これじっくり長い間効いてくれるという風なのがいいところですね。まあ、なので手間いらずの肥料であるという風に言えると思います。まあ、私が使ってる理由としてはそういう風に手間がかからないという風なところも大きいですね。それでは次に、実際にじゃあどれぐらいの肥料の量を上げているか、どういう風に土に混ぜ込んでるかといったところをですねお見せしていこうかなと思います。ということでですね、早速一つ、ちょっとシーズンとしては早いんですけど、植え替えを行っていこうかなと思います。というのも、先日ですねビッグバザールという植物イベントに行ってきた時に購入してきたハオルチアがあるので、それを植え替えをですね行ってしまおうと思います。こちらハオルチアのグビジンという名前の品種ですね。私その品種名知らなかったんですけど、視聴者の方がですねコメントで教えてくれたんですよね。ありがとうございました。グビジンというハオルチアですね。ちなみにちょっとお見せするとこんな感じのハオルチアです。一つ一つのこの葉っぱが大きくてこうムチッとしていて綺麗ですね。じゃあこちら植え替えていこうと思います。まずはこちらの鉢にですね少しだけ用土を入れていきます。こちら使ってる用土ですね、私の使っている用土に関してはまた後半でですね詳しくお伝えします。まずはこんな感じに鉢底に用土を入れてしまいます。まあ、大体そうですね、量としては結構少なめだと思いますね。見て取れると思うんですけども、この鉢のこのスリットの部分ですね、この横のこれが全然
まだ見えているような状態ですね。下の方なんで 1,2 センチぐらいですかね。まあ、これは植物の根っこがどれぐらい伸びてるかによってちょっと高さっていうのは変わってくると思いますけど、まあ、なんで最初鉢底の方にこうさーっと用土を引いてあげます。そしたらですね、私の場合はこの鉢の上の方に入れる用土に一つまみぐらいですね、この指だいたいこの2本ぐらいっていうんですかね、人差し指中指と親指でつまめるぐらいの量を用土に入れてちょっと混ぜてですね、これを鉢に入れていくという感じですね。量としてはどうでしょうね、だいたいこれぐらいなんでこんなもんですね。入れてます。もっと少なくてもいいかもしれないですね、うん、もしかしたらこの一つまみぐらいですね、親指人差し指での一つまみでも十分かもしれないですね。あんまり量変わってないように見えますね。もうこれぐらいでも十分だと思います。こちらの用土に混ぜ込んだので、この用土を先ほどの鉢に入れながらですね、ハオルチアを植えていこうと思います。先ほど申し上げた通り、この肥料っていうのは根っこが触れることで根酸からこう溶け出していくと、肥料成分が溶け出していくということなので、あんまりですねこの用土の表面にこのマグアンプがあっても効果としてはちょっと薄いんじゃないかなと私は思ってます。まあ、なのでこの鉢の中にですねマグアンプを入れてあげたいので、もしこの用土すくってこの辺が表面に行くなーっていう中にですね肥料が残っちゃってる場合はこうですね、私の場合だとこうポロポロっとこうこっちに移してあげたりというふうなことをしてたりします。まあでも気づいたらの程度でいいですね、うん、そんな細かくやってたりして時間がなくなっちゃうかなというところもあるので、そしたらこちらですね、ハオルチアを固定しながらこの用土を入れていきます。ハオルチアは結構丈夫な植え替えにも強い植物かなというふうに私は思ってます。過去にですねハオルチアの植え替えについての動画ですねもう出しているので、もし植え替えについてですねどういうふうにやってるのかというふうな気になった方はですね、そちらの動画もご参考にしていただけると幸いです。ということでこんな感じでですね植え替えが終わりました。まあ、なのでこの鉢の中ですねのところに小さな粒の肥料がですねいくつか入っていると、そしてこのハオルチアが根っこを伸ばしていくとその肥料に当たって肥料成分が溶け出して、さらにこのハオルチアの成長を加速させていってくれるというふうな感じですね。それでは次に使ってる用土に関してのお話ですね。用土に関してはですねちょっとこちらを見ていただければと思うんですが、こんな感じの用土を私は使ってます。私はですね市販されている、培養土みたいなそういうものではなくてですね、自分でいくつかの単用土、赤玉土ですとかそういったものをですね買ってきて配合して使ってます。まあ、特になんかこの配合がめちゃくちゃ育つよっていう風なのではなく、私がただ単にそういう用土を作るというのが好きだからという風な理由でそういった配合を自分でしているだけなんですけれども、まあ、使っている用土としては、赤玉土の小粒、あと日向土の小粒、あとゼオライト、あとベラーボン、それと、堆肥ですね、馬糞堆肥とバーク堆肥ですね、そういったものを配合して使ってます。まあ、こちらの用土なんですけれども、私ハオルチア以外にパキポディウムですとかそういった塊根植物も育ててるんですが、そちらの方でですね私が使用している用土の動画をですね、以前投稿しているので、そちらの方にですね詳しく作り方ですとかそういったものも載せています。配合の比率なんかもですね、まあ、ざーっと今、画面にちょっと出して、いるんですけれども、そちらの動画の方でも解説してますが、こんな感じの、配合の比率でこういった用途ですねを使ってます。結構水はけが、それなりにありつつも堆肥ですねとかも入っているので、保水性ですとか
あとはまあ保肥性も若干ですねあったりするような用途です。まあ、ただ結構水はけがいいので、こう水とかやるとこうさーっともう鉢底から水がですねもう流れ落ちるような感じですね。でまあ成長期、この秋ですとかそういった時期になるとハオルチアもよく水を吸ってくれるので、まあだいたい1週間で鉢の中の方まで、成長期のシーズンだと乾ききるかなというふうな感じの用途になっていますね。まあなんでこういった用途にしたかと言いますと、やっぱハオルチアはですね、それなりに水が好きな植物ではあるんですけれども、やっぱりこう特に夏の間とかですね、あったかいような季節になるとちょっと成長が鈍ってきて、もう暑い季節、夏とかだとですね、完全に水を吸わなくなってしまうような、特に日本の夏とか結構厳しい暑さなので、最低気温が25度超えるともう水ほとんど吸わなくなっちゃうというふうなところなので、水はけっていうのを重視をしてます。水はけよくしないと個人的にはですね、こう夏水をちょこっとはやるんですけども、それがなかなか乾かなかったり、雨に打たれてしまったりすると、その水がなかなか乾かなくて、でそれでこう根腐れとか調子を崩してしまうというふうなことが個人的にはハオルチアでは今まで多かったので、まあ、水はけを重視した用土というのを、使ってます。まあ、そんな中でも、まあ、堆肥などを入れることによって用土は乾いてるんですけども、完全にカラッカラにはちょっとなりにくいような、多少の保水成分っていうんですかね、ちょっとした保水はされてるというふうなところで、まあ、根っこを完全にもう枯れ込んでしまうというのは、まあ、少しは防ぐような目的で堆肥を入れてたりっていうところで用土を作ってます。まあ、ハオルチア自体は結構こうその水が好きとは言いつつも枯れには強いっていうんですかね、あまり水あげなくても大丈夫だったりするようなタイプの植物だと思うので、まあこういうふうな水はけのいい用土でも、まあ、成長期は1週間に1回ぐらいの水やりで OK ですし、まあ、もっと長くてもいいかもしれないですね。10日に1回ぐらいのペースでもいいかもしれないですし、そのシーズンがですねもうちょっとこの成長期から外れてくるというふうなことになると、まあ、2週間とかザーッと水やるんじゃなくて、こう底面給水ちょろっとだけとか、上からこう鉢の半分ぐらいまで濡れるだけちょろっとっていうふうな感じで水をやってコントロールをしています。比較的用土の乾きが早い、水はけがいいタイプの用土だと、そういう風にですね水をあげすぎてしまったりとかちょっとしても、割とコントロールリカバリーがしやすいという風なのも利点だと思ってます。本当だったらこの鉢の半分ぐらいとかまでで水やり収めたかったんだけど、ちょっと上げすぎちゃって結構鉢の方まで下の方まで濡れちゃいましたっていう風な、水あげすぎちゃいましたっていうのではあっても、水はけが良ければ、まあ割と乾きも早いですし、リカバリーがしやすい、失敗するリスクが少なくなるのかなと思います。これがちょっと水はけが悪い、べちゃべちゃしちゃうようなタイプだと、あ、間違って水あげすぎちゃったってなった時に乾くまでの日数がすごいかかっちゃうので、その間にもしかするとちょっと調子崩しちゃうかもしれなかったりとかっていうのがあるかなというので、まあ、私自身もそうなんですけれども、初心者の方とかは水はけがいい用土を使った方が、そういうリカバリーというふうな面では、まあ管理がしやすいのかなというふうに思います。はい、ということで私がハオルチアに使っている肥料と用土に関する動画でした。ハオルチアの用土ですとか肥料、どういったものを使ってるかというふうなのですね、参考になれば幸いです。それでは今回の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンなどいただけますと非常に励みになります。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。